メロッツォ・ダ・フォルリ、メロッツォ・ダ・フォルリ、メラッツ・オ・ディ・エ・ホーリー、1438年頃から1494年11月8日は、ルネサンス期イタリアの画家、ウンブリア画派に近い、短縮遠近法の実践に成功した最初の人物で、15世紀の結出したフレスコ画家の一人、また、ホルリ画派の最も重要な人物でもある。メロッォは、 フォルリのアンブロージュ家という名前の裕福な家系の出身と言われている。若い頃のことは全く知られておらず、推測できることといえば、ただ一つ、フォルリガ派を作ったことくらいで、その後、同じフォルリガ派のアンスイーヌ・ダ・フォルリに誘われるが、まま、二人して、アンドレア・マンテーニャの手法の強い影響を受けた。メロッツオは研究のため、色ッぎュをやったと言われるが、これについては、 何の確証もない。記事フォルリでメロッツォのことが初めて記録に現れるのは1460年のことで1464年にも再び名前が出てくる。その時、メロッツォはアントニア・ツォロマーノと共同でローマのサンティア・ポストリ教会バッサリオーネ礼拝堂でフレスゴ画を描いていたということだ。それからおそらく1465年と1475年の間、 ウルビーの広告に移り住んだ。そこでメロッツォは優れた理論と正確さを持ち合わせたピエロ・デラ・フランチェスカと出会った。そのピエロがメロッツォの遠近技法に強い影響を与えた。さらにメロッツォはドナト・ブラマンテやフランドルの美術家たちから建築学を学び、それからフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ校に得た。おそらくメロッツォは有名なドカーレ宮殿のストリオーロ。 書斎の装飾を、ヨースファンワッセンホフ、ゲントのユストゥスやペドロ・ベルゲーデと共に手掛けたものと、割れる。1475年、メロッツォは、ローマに移った。研究者の何人かは、その時期はもう10年、あるいは5年早かったと主張しているが、いずれにせよ、ローマのサンマルコ教会で、メロッツォは仕事を恥じ、1477年にそれは、完成した。メロッツォにとって、 最初の大きな仕事で、ローマ教皇シクストゥス4世により、バチカン図書館初代司書に任命されたバルトロメを、プラティナを描いた絵で、現在このフレスコがワカンバスに写されて、バチカン美術館に収められている。1478年、シクストゥス4世が、ローマの主だった画家たちを集めて設立した、セールカーアカデミーのオリジナルメバーの一人にメロッソも、選ばれた。 1480年頃、メロッツォはピエトロリアリオからローマのサンティアポストリ教会工人の丸天井に絵を描く仕事を依頼された。メロッツォはキリスト商店を主題とした絵を描いたが、キリストは太い線で天井を通り越して飛び出しそうに見えるほどの効果的な短縮遠近法で描かれた。このフレスコ画は1711年に天井から下ろされ、 キリストの部分は現在は、クイリナウレグーに移されて、それ以外の部分、つまり、天使と人使たちの絵は、バチカン美術館サンピエトロ大聖堂聖具室に、ラファエロ級の扱いで収められている。ローマ時代の他の作品としては、受胎告知はあり、こちらは現在ローマのパンテオンにある。ローマでのメラッツォの最後の作品は、今は壊されてなくなったが、 サンタマリアイントラステベレ聖堂の礼拝堂である。1484年にシクストゥス四世宝魚の後、メロッツォはロレートに移った。そこで、ジローラモバッソデラ・ロベーレの依頼で、サンタカーザ、消華大聖堂のサンマルコ政具室の長塔に、レスコ画を描いた。これは、建築と絵の両方で装飾された長塔の最初の、一つで、アンドレア・マンテーニャのカメラピクトの影響が強い。 1489年にメロッツォは再びローマに戻った。おそらくこの時メロッツォはサンタクローチェインジェルサレン目、聖堂のセントヘレナ礼拝堂にキリストの恵みのモザイクのための行くかの実物を押した絵を描いたと思われる。メロッツォはフォルリのカプチン派教会の長頭にも絵を描いたが、これは1651年に壊された。ウルビーノではプラトン、ダンケ、 シクストス四世といった偉人たちの絵を描いたと言われ、その時描いたと思われる絵は、バルベリーニグーとパリのカンパなコレクションにある。1493年、メロッツォは、アンコーナのコムナーレグーの天井の、いくるかに絵を描いたが、それは今は失われている。結局、メロッツォは、フォールリに戻り、弟子のマルコ・パルメッツァーノと、サンビアージョ教会のフェオレイハイドを装飾したが、ここも、 また第二次世界大戦で破壊された。フォールリ絵画館には、メロッツォのペスタピップ、または小小匹と呼ばれるフレスコ画があるが、これはもともと食料を雑貨品の看板として描かれたもである。荒々しいリアリズムのエネルギッシュさに満ちているが、現在はだいぶ傷んでいる。メロッツォは1494年、そのフォールリで亡くなった。それほど作品は残っていないのだが、 批評家たちはメロッツォが絵画の進歩に貢献したことに同意している。色彩については注目に値するものはないかもしれないが、光の変化の付け方、最新な手際、仕上げ方、そして人物の美しい描き方などが、確かに彼の同時大臣のアンドレア・マンテーニャには似てはいるが、似ているといえば教え子のマルコ・パルメッツァーノは、 自分の作品のいくつかにマルクスでメロディウス・マーカスでマローショスと署名したことがあって様式も似ているものだからその絵はメロッツォの作品と間違えられた。それゆえに昔はメロッツォの名をマルコ・メロッツォ、マルコ・メラッツォとご記されたものだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。